ベレグフィカーロイは、ハンガリーの軍人、大将、国民統一政府で国防大臣を務め、戦後に処刑された。1912年に、オーストリア・ハンガリー帝国陸軍に入隊、中尉に任官し、第一次世界大戦に従軍。1919年に大尉に昇進する。戦後は、ホルティミクロー州のハンガリー国民軍に参加し、 共産主義者に対する白色テロに従事する。1939年10月1日に順庄に昇進し、士官学校教官、国境警備隊司令官を1941年11月1日まで務めた。第二次世界大戦勃発後に第三軍司令官としてソビエト連邦と戦い、1943年6月12日に、 中条に昇進し1944年5月15日に第一軍司令官に任命される。しかし、ソ連軍との戦いに敗北し、8月に責任を追及されヘスレーニヨージェフと司令官職を交代させられる。1944年10月、ブダ宮殿に到着するベレグフィ・ベレグフィワや十字棟を設立当初から支持していたが、ハンガリー軍の規則で正当に入党することは、 禁止されていたため党員にはなれなかったが、マルガレーテ作戦、パンツァーファウスト作戦の際にはクーデターに協力している。1944年10月16日、野十字党が政権を掌握し国民統一政府が成立すると、ベレグフィはサーラシ・フェレンツの要請を受け国防大臣権力軍参謀総長に就任した。10月30日には、 ソ連軍の侵攻に対処するため国内の資源を強制徴収する命令を出し、同時に南東部の要塞の防衛力を強化するため、ユダヤ人を強制労働に着かせた。11月14日には、摂政評議会のメンバーに任命された。12月25日に陸軍総司令官に任命され、ブダペスト包囲戦を指揮する。1945年1月7日からは、 ソ連軍に対処するため、ドイツ国防軍に第一機兵士団、第二戦車士団を提供し、戦闘を継続するが、部隊の疲弊が激しく戦闘は劣勢のまま推移し4月4日に敗走した。国民統一政府崩壊後は西部に逃亡し、4月30日にドイツオーバーバイエルンの端でアメリカ軍に投降したが、5月1日にソ連軍に引き渡され、ハンガリーに送還された。 ハンガリー総監後に人道に対する罪で訴追され、1946年2月5日に、ブダペストのリストフェレンツ音楽大学で人民裁判にかけられた。ベレグフィは無罪を主張したが、死刑判決を受け、サーラシラや十字党幹部と共に、公主刑に処せられた。ありがとうございます。